世界で主に食べられている主食は甲殻類、エビやカニなんかをそのままバリバリ食べているですね。ちょっと実際にね、皆様にその、ね、姿を見ていただこうと思います。甲殻類などを食べるために、カワウソには、生え揃った臼歯、すりつぶすための臼歯と、尖った牙、そして強い顎の力を持っているんです。なのでこの硬い殻を持ったエビでもバリバリムシャムシャ食べれると言われています。私ね、上手に手で持っていると思います。しっかりと手で持って獲物を逃がさないようにして、そのまま生きたままバリバリ食べるんですね。もう食べ終わってしまいますね。はい、もう食べ終わっちゃいました。よいしょ、頑張れ、外せる、早くならできる、諦めないで、頑張れ、頑張ってます、頑張れ、頑張って、諦めないで、頑張ってね、BGM もやっちゃったから頑張って食べてますね。ならどうでしょう。食べてから回収ボックスに入れて、はい、バッチリです。じゃあこのペットボトルも青いゴミ箱に入れてもらいましょう。早くお願いします。名残惜しいです。ああ、名残惜しい。そうですよね、おもちゃと思って持ってきたんですからね。はい、バッチリ捨てることができました。